今回ファームウェアのアップデートがあったのは、えっと、こちらのレンズなんですね。えっと、こちらのレンズはですね、100から 400F5.0 から 6.3IS のついた小型ズームレンズになります。えっと、私はこのレンズにですね、えっと、今ここについてるんですが、2倍のテレコンバーターをつけて、えっと、夜帳撮影用に使っています。 えー、こちらのレンズ、実は2020年の8月ごろですね、えー、発表された、発売されたレンズなんですけれども、えー、とそれまでずっとファームウェアのアップデートがなかったんですね。でごくごく最近、えーと、OM システムの方からのメールでファームウェアのアップデートの案内ということでですね、えー、バージョンが1.0から 1.1になりました。ということで、えっ、ー、と、案内が来たものです。えっ、ー、と、アップデートの内容の方は、えっ、ー、と、マニュアルフォーカス撮影時の動作を改善しました。ということで来ていました。私、このレンズでね、マニュアルで撮ることってあんまりないんで、えっ、ー、と、どこで、どこが改善されたかっていうのが、おそらくよくわからないかなという気はするんですが、 えとこちらのね、えー、とにかくあのファームウェアのアップデートをこれからしていきたいと思います。届いたメールというのがこれですね。o m システムメンバーズということで、えー、製品登録の方をしておくと、えー、当該のファームウェアがアップデートかかると、えー、このように、えー、とお知らせの方が来ます。あとあの。 アプリですね、スマートフォン用のアプリの方を、えー、使っていると、やはりそっちの方、あの、製品登録をしているとですね、えー、そちらの方にも連絡が来るようになります。製品登録の方は、こちらのですね、OM システムメンバーズの方にですね、アカウントを作って、えー、ログインして、そこにですね、製品の登録、えー、とこのようなページがあるので、 えっと、そこへ登録するということでね。えっ、ー、と、製品登録自体はシリアルナンバー、えっ、ー、と、製品番号ですね。えっ、ー、と、これは、あの、レンズもカメラも、えっ、ー、と、本体の方に記してあるので、えっ、ー、と、そちらの方を見て簡単に登録ができるので、えー、これね、きちんと登録しておくと良いかと思います。それでは、ファームウェアのアップデートのを行っていきたいと思います。 方法はですねカメラ必要ですねカメラにレンズをつけてそしてカメラの USB ケーブルをパソコンにつないでファームウェアのアップデートを行うという形になります、えー、とカメラを通じて、えー、とこちらのレンズの方に通信をするわけですね 要するにレンズ自体にはアップデート用の USB 端子等はないので、えー、と必ずボディの方が必要になります、えー、と今ここね、えー、とテレコンバーターここに挟んでありますがここにテレコンバーター等が挟んであっても通信は行われるので、えー、と問題はありませんではカメラの方のボディと USB ケーブルでパソコンつないでいきたいと思います えーとつなぐケーブルはあのデータ通信のできる普通の USB ケーブルで、えー、大丈夫です。これね、タイプ C ですね。でえー、とカメラ、こちらですね。こちらを開けて、えー、ここにですね、えー、この下ですね、ここがタイプ C の USB 端子なので、ここに入れて、こちらは、えー、とパソコンの方ですね。 そしてスイッチつなぎます、えー、そしてねこのカメラの方の電源をですね、えー、ここで入れますそうすると何に使うかというのが出てくるのでこの一番上のストレージですねこれで OK を押しますカメラの時と同じなんですねここまでのやり方ね、はい えー、そして、あとはですね、えー、パソコンの方での操作になります。今ね、パソコンとカメラの方、えー、レンジ付きでですね、えー、繋いでありますで。この状態からですね、えー、とこちらは、えー、と OM ワークスペースですね。こちらのアプリを起動しました。で、ここのカメラというところのアップデート、やり方同じですね。 これをクリックします、えー。そうするとカメラのアップデートを行います、まあ。レンズも同じなのでこのままですね。で、次へをクリックします。えー、と、そうするとね、カメラレンズに接続されて、サーバーの方に接続してね、ファームウェアがどうなってるか。このように出てきました。えー、と、ボディの方はですね、えー、と、更新可能バージョンがありません。 えー、こちらの緑側で、緑色になっているところがレンズで、えっ、ー、と、MZ5 デジタル ED100 から 400F5.0 から 6.3IS で、現在のバージョン1.0、えー、更新可能バージョン1.1となっていますので、えー、と、これでね、ファイルサイズ、この、えー、これでアップデート実行すればいいですね。更新内容を確認したければ、ここでこれをクリックすると、 ええと、こちらでね、か、更新、どのような内容が改善されるか、MF 撮影時動作を改善しましたというのが、こう出てくるわけですね。で、このアップデート実行をクリックします。えー、これで、はいですね。元のバージョンには戻せませんということなんですね。 え資料許諾計画契約の方が出てきました、えー、先ほどの戻せないということ等もこれに書いてありますこれ同意しないをクリックするとこのまま何もせずに終了しますここは同意するですね 今カメラのファームウェアのアップデート実行中になっています、えー、アップデートには約2分かかりますということで、えー、とカメラの画面の方にですね今アップデート実行中の画面が出ていますカメラのモニターに OK が表示されたらカメラの接続ケーブルを抜いて電源を切り閉じるを押してくださいということなので えー、ケーブ接続ケーブルを抜いて電源を切って、えー、そしてこちら閉じるですね。はい、と元に戻りましたということで、えー、とアップデートの方が終わったわけですカメラの方でファームウェアどうなったか見てみます。 電源を入れてメニューですね、えー。そしてね、一番こっちこれですね。こうですね。この中にファームウェアバージョンというのがありますね。これを見ます。そうすると上、ボディが1.5になって、レンズ、今ついているレンズですね。1.1となっているので、これで バージョンアップができましたということの確認もできました、えー、このようにですねあのファームウェアのアップデート、えー、それほど難しくないので、えー、アップデートがあったらねやはりいろいろ改善されるのでやっておくと良いかと思います。